というわけで、ぜひとも聞いてください。盛り上げちゃって、人にパスタしてたから、イエーって今盛り上がったけど、最初からバラードいっちゃいます。
週末もすべてはつながって仲間だけどすべてはつながって愛なうけれどすべてはつながってる仕様なんでよろしくお願いします。見る限りなんかこんな座って見るような感じのやつじゃないんですけどね。あ、なんかあ、だよはい、説明した通り、ガラバラ1年、楽器歴1年で集まったバンドで、ボーカライド知ってる人いますか？ボーカライドはわかんねえかもしれない。乗ってんごめん、まあ、やばいぞ、やばい情報だぞ。ボーカロイド、はい、知ってる人、教師、ボーカロイドを聞く人、教師、はい、はい、おお、はい、多分聞いてねそれの、ナシモット P っていうボーカロイドの、プロデューサーいるんですけど、それあのニコニコ動画に定期的にナシモット P ですって言ってなんか貼ってるんですけど、それのあの曲が僕が好きで、それのコピーバンドをやろうと思ってやりました。サーカスだからあのやりたいなと思った曲をあの他のこういうメンバーにあのどうって言って、ほんで、あ、やりたいですってあの集まってあのライブするって形なんですけど、でそれであのやりたいって言ったらあの1年生が やりたいって言ってくれたんで、ちょっとすごい未熟のボーカルながらちょっとやらせていただきました。1曲目がね、え、負けとわかりました。あ、そうだ、楽器歴1年生で、なんて2年生落ち着け落ち着け。次の曲って、MC はこれで最後で、次につなぎたいんですけど、最後の曲が、そのナシモト P さんの有名曲でペテン師が笑う頃にっていうのですけど、それ知ってる人いますか？あ、知ってる。お、知らん。はい、すいません、正直でありがとう。でそれ言って、終わりにしたいと思います。ありがとうございました。メンバー紹介はした方がいいかな。しろします。右ベース、関口さん、通称もちきんって言います。もちきんちゃくさん、イエーイ。はい、こっち、赤コーナー、ギターの鈴木さゆみさんです。通称飲んだくれです。お酒が大好きです。めんどくさいです。はい、ドラムが萩原さん、ドラムです。みんなあのなんだっけ、同じ物質応用学科の2年生です。なんか知んないけど、なんか同じ物価の人ばっか集まっちゃった2年生なんですけど、はい、それで構成された、あ、僕は物理3年の小林です。よろしくお願いします。じゃあ口がすっげーカッピカピなんで緊張して、もう最後の曲やって僕らは吐けたいと思います。ありがとうございました。ガラバラでした。
ければカロリー上がる気もしない。この世間は爆破なり嫌なゴールデン何でもない。例えばさっきもこのバンドもそうなんだけど、誰かが何かやりたいって言ったらそれにみんなが賛同して、じゃあどうしたら面白くなるだろうとかっていうのを考えながら一緒に盛り上げていってるバンド、サークルです。この曲は、前々回のサーカスシャープ7の時に、その後ろにいるジャケットヘッドホンを首から下げてるアサシンと、あとはウェイどこ行ったの？ウェイトより行っちゃったの2人のユニットのウェイトシャローディープっていうバンドの CD ですね。これ実際に販売もしました。結構いろんな人買ってくれて、いろんな人が結構好評で、バンドは2人ユニット、ギターとベース、全部打ち込み、BPM の打ち込みとかで、これはアサシンがこういうユニットを組みたいって言ったところから、1年ぐらいかけて計画して練り上げられたバンドですね。楽器歴どれくらいだったんですか？今いないんだけど、ウェイはもともとギターやってて、ベースに転向して1年未満だったかな。アサシンは高校1年生の時から、中2か
早いね。からギターとエレクトーンはちっちゃい時からいろいろまあ楽器を持ってて、彼は絶対音感を持ってたりするんですけど、まあ音楽知識豊富な彼ならではの、困ったなかなかこうして大体解決する曲ですね。なんか理論とかそういうのをなんかちょっとわからないんだけどってなったら、アサシンがドリミファソラシドからしっかり教えてくれるんで、この後のこのバンド終わった後の説明会とかでちょっと話聞いてみると面白いと思います。あとはよろしくね、サーカスがやってるライブっていうのが一応2種類あって、単独サーカスだけでやってるライブと他大のとの交流ライブ、一応演奏部、今ここで集まってるのが演奏部で集まってるんだけど、サーカスの演奏部がやってるライブがサーカスの単独ライブで、他からお客さんをいろいろ呼んで自分たちで、去年の夏にやったライブとかだったら、例えば PV とかを制作して、ライブの転換時に PV を流してどういうバンドか知ってもらってっから、ライブの本番演奏を見てもらってます。あとは、課題学との交流ライブ、これは、一応企画部、サーカスの企画部っていうところが、藤島さんが課題の方と交流して、いろいろコンタクトを取って交流ライブを計画してくれてるんですけども、今までに上智、早稲田、イギリス茨城、キリスト、立教のオーバーオールミュージックとか、今まで結構いろんなところと一緒にやらせてもらいました。こっちの交流ライブは、名前の通り交流をメインにしてると、あんまりお客さんとかは呼ばないで、音楽を通していろんな大学の人、いろんな人たちと交流を図ってるイベントですね。あと昨日来てくれた人も結構多いんだけど、ノミッションっていうイベントもやってて、スタジオ、大きい場所を1個借りて、セッションとかしながら、あとは、別室を用意して、飲みながら、なんか飲食しながら、音楽についたりとか、いろんな遊びとかに、音楽だけじゃなくて、いろんなことで交流をしていこうっていうイベントがやってます。そろそろ転換も大丈夫。石原さん、大丈夫かい？このバンド、アナライズプリクラスっていうんですけど、このバンド、サーカスして、何ていうか、シャープ2からずっとあるバンドで、この真ん中にいる石原さん、船長こと石原さん、サーカスのジャンキーですね、がリーダーやってるバンドです。この人に麻雀の話を振られたら絶対無視をしてください。このバンドサーカスで一番長くて一番もうかなり推してる他大学とかお客さんからもすごいかっこいいっていう、まあ嫌いって言われたことのないバンドですごいいつも盛り上がってるバンドでハードル上げるぞ俺は。全曲オリジナルです。今んとこある曲は全部全曲チキンは今日やらない。今日やらそろそろ大丈夫。ああ、よし。オッケー。いいよ、やっちゃうよ、お兄さん。いやー、こっから船長に任せてもらえるか。もうちょい裏上げてくんね。一番かっこいいバンドです。
Thank you.
2年生の中川ゆりちゃん、ひろこさん、ぶっか、さっきの、ぶりごり系、個人的には全然おもんねと思うんだけど、ぶりごり系、個人的にはね、まあそうそう、ゆりちゃんで、そのぶっかのさ、さっきのバンドの女の子とかとクラスが一緒、クラスだから一緒。で、こっちのイケメンのベースが、ゆかわくん。イケメン、はい、もう、イケメンだし、ゲームうまいし、勉強もできるから、あの今のうちに、なんだろう、年収1500万の人と付き合いたいなとか言われたら、職場のうちにつばつくなくていいかもしれない。で、後ろのドラムが、この、まあ、ちょっと知ってる人もいると思うんだけど、このサーカスの、まあ、ドン素人関係ドンの、上島龍也君。で、彼を敵に回すと、このタックルで何でもない。仲良くしといて、そう思う。まあ、普通にいいやつだから。怖い。で、あの、4年生のね、4年生の1回以降で、で、僕も、4年の機械校の石原雄大っていう船長とか呼ばれてるんだけど、なんで船長かっていうのが入ってほしいんだけどね。そういう感じです。そう、面白いな MC。 大輔も面白かったよ。尺の感じがちょっと隅っこを影のところにへこんでるんですけど、どうしたらいいですか。あ、俺4年生だから、上からね。まあ、こんな楽しくバンドやってるんで、皆さんもオリジナルね、やりたいなって思ってる人に来たら、その出会いを大切にして、ね、バンド組んでかっこいいバンドができてさ、なんかかっこいいかっこいい。まあそういう感じ、うん、では別にして、まあ、今日楽しんでてください。じゃ あと2曲やって終わります。Oh,
説明会に入るんですけど。